境界線が争われた海域の衛星写真。ナサ撮影。リビア・マルタ大陸砲事件は、大陸砲の境界確定をめぐり、リビアとマルタの間で争われた国際紛争である。1973年より、中間線を境界線とすべきと主張するマルタと、すべての関連事情を考慮に入れて、合意による境界確定を行うべきと主張するリビアとの間で、 見解の相違があったが、1985年に国際司法裁判所は中間線を北側に緯度18分移動させた線を境界線とする判決を下し、両国はこの判決に従い1986年に大陸法の境界確定に関して合意に至った。1969年にデンマーク、オランダ、西ドイツ間の大陸法境界確定について、 争われた北海大陸法事件では大陸法の境界は中間線とすべきとの主張を ICJ は退りけた上で大陸法の境界確定のための唯一義務的な方法は存在しないとし境界確定は領土の自然の延長である大陸法ができるだけ各国に多く割り当てられるような方法で合意によって行われるべきとの判決が下された つまりここでは大陸法条約第六条に定められた、東距離中間線による方法は、境界確定のための唯一で、義務的な方法ではないとされたのである。九百七十三年から九百八十二年まで行われた第三次、国連海洋法会議では、大陸法の境界確定を、東距離中間線によるべきとする諸国と、東距離中間線では、海岸線の地形によっては、 不公平な結果を生み出すと主張した諸国との間で激しい対立があった。この会議の結果採択された国連海洋法条約第83条第1項では結局、東距離中間線派の立場も公平原則派も採用しない以下のような規定が置かれた。向かい合いつているかまたは隣接している海岸を有する国の間における大陸法の境界確定は 公平な解決を達成するために国際司法裁判所規定第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。国連海洋法条約第83条第1項条記に言及される国際司法裁判所規定第38条とは条約や監修国際法を指す。国連海洋法条約では新たに排他的経済水域の制度が設けられ、 排他的経済水域の境界確定に関しても、以下のように、大陸法の境界確定に関する規定と、ほぼ、同様の内容の規定が置かれた。向かい合っているかまたは隣接している海岸を有する、国の間における排他的経済水域の境界確定は、公平な解決を達成するために、国際司法裁判所規定第38条に、規定する国際法に基づいて、合意により行う。 国連海洋法条約第74条第1項。この国連海洋法条約は1982年に、マルタが1984年にはリビアも署名した。リビアマルタ大陸法事件 ICJ 判決は、この条約が採択された後に初めて下された ICJ の判決である。マルタは、イタリアシチリア島の南約43回り。 リビアの北約183海里に位置する島国である。マルタは1965年にリビアに大使領国に属する大陸法の境界線を中間線とすることを提案し、翌年にマルタは境界線を中間線とする国内法を制定したが、1973年になってリビアはこの中間線による境界確定に異議を唱えた。百七十六年、 両国は、この大陸法の境界に関する紛争を国際司法裁判所に付託することを定めた合意協定に署名し、1982年7月19日に紛争は ICJ に付託された。両国の協定第1条には ICJ への付託内容について、具体的には以下のように定められた。マルタとリビアに属する大陸法区域の境界確定に適用される。 国際法の原則と規則は何か。また、両当事国が協定によってこの区域の境界を困難なく確定するために、この原則と規則は実際にどのように適用されるか。1976年リビア・マルタ間合意協定第1条排他的経済水域の制度は第3次国連海洋法会議の審議を経て1982年に、 採択され1994年に発行した国連海洋法条約の第5部に規定された制度であり、このリビアマルタ大陸法事件 ICJ 判決が下されたのは国連海洋法条約発行よりも以前のことである。会議で条約が作成されている最中に排他的経済水域の制度を定めた国内法を独自に制定する国が相次ぎ、 その中には作成途中の国連海洋法条約の排他的経済水域に関する規定をそのまま引き移した規定を定めた国も少なくなかった。リビアマルタ大陸法事件判決で ICJ はこのような諸国の観光を経たことで国連海洋法条約の発行を待たずに排他的経済水域の制度が監修国際法となったと判事したのである。ICJ は暫定的に 東距離中間線を引き、公平な境界確定のために、その東距離中間線を修正した境界線を示したが、これは、北海大陸法事件 ICJ 判決や英仏大陸法事件仲裁判決で指摘された点を踏襲したものと見ることもできる。英仏大陸法事件でも、本件と同じように暫定的に中間線を引き、それを修正するという方法が取られたが、少なくとも、 海を隔てて向かい合っている国の間での大陸法協会確定は暫定的に中間線を引くことが最終的に公平な解決を導き出すためには有効との考え方がこれらの判例の中で確立したと言える。ありがとうございます。